計なの誤解されがちな狼少年一緒の日々交わした言葉そのあとの日常支えるでも一番大切なもの知るは狂おしいだからよく考えてベッドでもがくけど一言が余計なのごめんなさいマナーを知らなくて狼少年朝食に安い嘘もっと喜ばせて朝食に